こんばんは。こんばんは、諸君。諸君たち、こんばんは。リップ塗ってるけどね、うまうまできないの、口内炎のせいで。こんばんは。こんばんは。夜も会えましたね。あまり話せなかったのがつらい。全然いいよ、来てくれただけで。口内の、まあ、そうなんですよ、口内がね、聞いてほしい。昨日ね、縦6ミリぐらいで横2ミリぐらいだったのに、縦6ミリ横6ミリぐらいに、6ミリ、そう、横4ミリぐらいになっとってびっくりしたよ。1日で昨日の朝見たの、大体ね、大体の 目分量じゃないけど目で見た数値なんだけど、夜見たら横幅が増えちゃった。うん、なんかそう、そろそろ満月になりそう。そう、もらってくれるって言ったのに、みんな私のところにいる。観察してるよ、ビヤーンって。今はあのこれ口内軟膏をと、トラフル錠、こちら2つ捨てなきゃね、もう飲んでるからバイバイしなきゃ。もうこれしかない、あと買わなきゃ、ダブルで。もこの塗り薬は忘れてっとったんよ、忘れてってなくしとって、ママが見つけてくれたんですけど、これをね、白い部分に全部に貼る。唇、そう、唇を動かさないように喋ってる。笑顔はできるけど、つむって笑顔はできない。だからね、昨日の公演とかもこうやって笑ってるけど、つむっては笑ってないと思う。で、痛いんよ。痛みだ、そう、薬飲むと痛みが結構マシになる。今日一日ね、口がつむれなくて、グッてずっとこれで過ごしてるから、唇のここが乾燥して、唇の乾燥にも悩まされてる。夜ご飯はね、なんとかね、当たらんように頑張ってるけど、多少は痛いね。今日は今日はニャニャニャンと妖精さんでしたね。なんかですね、みんな今日はあの人にもよるけど、みんな横浜にいた。
みんな横浜にいた。いや全員じゃないよ、全員じゃないけど何人か外から横浜にいる人が多くて、私もね今日お姉ちゃんがね卒業生としてお昼チームメイトさんのそう AKB さんのやつでさ、チームメイトさん最後のね日というかコンサート、コンサート私も行きたかったからさ、そういいなって思いながら、あ全然行くのはねもう最後の日見てほしいしあれなんじゃけど、私も連れてってって感じだった。あ途中帰ってる今チーム戦ね、びっくりした。感動してね、なんかね暗闇もねやってくださったということで嬉しいね。自宅テレビでしたか。お話し会があるので断っちゃった。おすごい、お話し会オンリー。お泣けました。いやそう、そりゃそうでしょう。いいね、夜も楽しかったんだ。めっちゃおるやんここにいっぱいおるんやけど、行ってる人がなんかめちゃめちゃいる。今日もね低気圧であんまり頭動かなくてうまく日本語話せなかった。全然大丈夫、全然話してたよ。ね率が高めだ。はるさんありがとう。ゼータンさんだるまありがとう。ドラガンさんだるまありがとう。ゼロさんハートありがとう。テルさんだるまありがとう。百之助さんだるまありがとう。リュウさんハートありがとう。タケちゃんハートありがとう。百之助さんだるまありがとう。メガバイトちゃんだるまありがとう。カンズさんハートありがとう。トシさんだるまありがとう。フクちゃんだるまありがとう。ガミドリさんハートありがとう。ショウさんハートありがとう。エイトさんだるまありがとう。ジンさんハートありがとう。フェイさんだるまありがとう。ぴょんぴーさんだるまありがとう。まりちゃんだるまありがとう。ハートさんとっとありがとう。ぐんぐんぐんさんハートありがとう。あすこさんハートありがとう。ありがとう。時間に合わせて配信してくれと思った。今はね帰ったら結構遅くなっちゃった。実は昨日行ってました。おおみんな行ってるね。今日陽性だと気づいてるのか。今日は元気ですね。ただこの本当に口が痛すぎてここの舌動かないだけで表情は本当はめちゃめちゃ今あるんよ。でも顔がねかち割っちゃうの痛くて。もうべ今日もお話しありがとうございました。幸せでありがとうね。本当嬉しかったこんな辺、そうこんな辺がでかくなりすぎてあんま動かせれなくなっております。天使ってそうみんな今日何人か天使って思ってる人いるでしょう今日妖精だよあんま差ないけど今日一番えってなったのがその嫌な意味じゃなくてね、面白かったのは何だと思うって聞いたら蚊って言われたのが一番面白びっくりして笑ってました。お話し会にで、ね、でもなんか私もその蚊って言われた後に自分の姿を見たらなんか確かにちょっと蚊っぽいなと思ってなんか羽がねとんがってるからちょっと蚊っぽい。なんか羽がね緑の蚊もいるじゃないですか。だからちょっと自分でつぼってました。
ティンカーベル、え、蜂だと思ったの？嘘。なんか妖精イコールティンカーベルって緑じゃん。そう、色味は確かに黒やったらもうこれはもうなんか絶対にかって言われる。天使とかエンジェルって全然いいやん。いい感じでキラキラしてた。ほんと？蚊にしてはかわいすぎ。チースタロガンなんて言ったっけ私、忘れた。でなんか蚊の飛ぼうとの真似してたと思う。口開けるのが一番痛くない。うーん、痛っ。妖精って聞いてたのに可愛くて天使って思っちゃった。ありがとう。塗り歩きねできたらいいね。カノコスプレやだよ。潰される運命。なんか最近は本当にお話し会はなんかこのままの素で話しちゃってる気がする。なんかそう、こんばんは、こんばんは。髪型に目がき、お、嬉しい。それが仕事？リアルお話会のツーショットやりたいね。それはやりたい。そう、髪型も褒めてくれてるんですけど、髪型は編み込み？三つ編みじゃなくて編み込みをちゃんと頑張ったんですよ。それが結構自分的にはうまくできて、配信だと分かりにくいかもしれないけど、結構うまくできて嬉しかった。いつ言ってもありがとう。リラックス、そうリラックスしてる。飾らないおもちゃ。ありがとう。ヘラヘラして話せるんだね。そう、みんなともなんか自然体で喋れるようになってる最近。編み込み超上手、嬉しい。そう、公演とかだと分かりにくいけど、公演の時とかはね、あれよ、メイクさんがしてくれるけど、お話し会はメイクさんいらっしゃらないので自分でやるんですよ。だからちょっと今日時間があったやんか、サイン会とかなくて。だからその時に動画見ながらやった。うまくいった。泣きも良かった。イエー。あとはなんか羽ね、結構ね、場所取るじゃん、こう。だから休み時間中は外しとったんよ。で外しとったら髪型も含めて、アンピがピアノの発表会みたいって。確かになんかドレスみたいなやつで、髪もさちょっとこんな感じじゃん、ピアノの発表会。そんな、確かにって思った。あ、生えて、あ、は、生えてたよ。うん。外してな、ないね。ちょっとその時だけ取れてたんですよ、一時的に。そう、一時的に取れてて、そうですね、一時的に取れちゃっただけであって、ちゃんと私はずっと妖精だったんですけど、そう、畳んでて。ピアノの発表会みたいって。で私はでも逆にピアノの発表会とか憧れっていうか、私めちゃピアノ系苦手なのね、下手くそなの。だからすごい今日はなんかお嬢様になった気分でした。収納可能な羽でした今日は。
そう、そうだ、あれよ、ずっと、そう、空も飛べてた。今日ずっと空移動だった。ずっと空飛んでた。こんばんは。そう、ヘリじゃないよ、羽で飛んでた。ドローンじゃない。そう、この間私中華菓子を作る配信をしたじゃないですか。ここでこれ何、虚構水合ってる読み方、あ、なんか見たことある。そう、ここ、あの家で、ここの家でしたと思うんですけど、そう、色が変わるあの実験のやつで、また新しいチーク菓子を見つけて、そう、それは一人でやったのよ。だからみんなワンワン見てくれて、見守ってくれてたんですけど、みんなも作りたいって言ってくれてたので、私が新しいあのチーク菓子見つけとくねって言ったじゃん。みんなと作ろうと思って、これみんなも、もしね、作ってくださる人は買ってねってことで、あのそう、それを見つけたんですよ。なんと、私ちょっとずっと気になってて、なんか TikTok で見て欲しいなって思ったのがあったんです、コンビニに。こちら、今回私がみんなと作りたいのはこちら、すくって金魚。スーパーに最近、これ新商品なんですけど、ちょっと最近の3月か4月ぐらいからの新商品なんですけど、でもあのねるねるねるねと一緒のところのあのやつなので多分あると思うんですけど、こちらでも、もし見つからなかったら、あのインターネットでも売ってましてっていう感じですね。お、スーパーで見かけました。私はたまたまコンビニで見たんやけど、多分スーパーの方が置いてあるし、スーパーによってチーク菓子を売ってるのが多いところと少ないところがあるので、アマゾンあるんじゃないか、ネットで調べたらいっぱい出てくるし、買えない。そう、これはなんか本当にポイが作れるらしい。ほら、ポイが作れて、これをすくえるようになってるから、すくって金魚なんですけど、7個入りしかないんかな、1個入りはないのかな。300円ぐらい、ちょっとお高めなんですけど、ちょっと豪華なチーク菓子となっております。買えます。ぜひ皆さん、これをまたみんながゲットできたよってっていう知らせを見てから、じゃああと何日後にやるねみたいな感じでやろうかな。1週間後とか、1週間だとあんま日がないですか。ヨドバシなら270円、27ポイントつっていいね。でもね、ある、んーか、イオンとかの中にある駄菓子屋さんか、そうね、か普通のスーパー、どっちかにあるとは思うんだけどね。
コンビニは場所によると思う。みんなですくって金魚とリス専門家で走ったいいね。準備するものは、水とハサミとティッシュ、まあ家にあるものだね全部、それだけ。いいんか、確かに私救われちゃうのかあ、ドンキもありそうだけど、ぜひ一緒に作ろう、作りましょう。全然今日に、あ、でもまだ予定が分かんないのか、私がごめんね、確定してなくて。ぜひ探してみてください。みんなで作ろう会します。ぜひぜひ。作って金魚です軸足一緒に作ってる子いるのかなメンバーにんちゃん救う。ママ元気だよ、探してみる。うん、そう、ゲットしたの報告して。結構どうなんだろうね、これってある方なんかな。いつ頃ね作ろうかな、1週間後とかなんかな。でもみんながどれぐらいでこれを見つけれるかっていう、ちょっとみんなが変えた報告聞いてから。子供の日確かに、でも5月5日ね、名古屋に行くんよ、フェスでね、その仕事で行くんよ。やから多分ね、それでね夜とかできないかもしれなくて、そうやけん、また確定してとか。でも6日7日とかはいける気がする。6、7はいける。そこら辺にしようかな今のところ。みんなが変えてる様子を見てなんですけど、まあ、大体1週間後とかって思っといてください。今日はありがとう、ありがとう。5月6日広島ですか、さあ毎朝はい、了解そうだよ、すくって金魚変えたよってツイートしといてくださいね。変えたんだなって送るから。妖精って本当に存在、そうなんよ、1日限定ヨドバシってね、みんな書いてるね。なら1個で買えるらしい。アマゾンさんとかだと7個入りとかになっちゃうかも。さっきみんなが書いてくれてる感じ、売ってるといいけどね。ゲットしてほしい、ぜひ。今日初ももちゃんだったけど楽しかった、また行くね。お、待ってる、来てねヨド便利である。じゃあもしなかったらそこにあるらしいです。現地で探して。うん、女性さんね、ちょっとね巣に帰っちゃったんよねあの女性さんにはきっとまた会えるよ。なんかさ、あれだよね、ショールームなかったじゃん、サイン会なくて。だからで、ツーショットもないじゃん。だからあの服さあ、なんかちょっとレアに感じるよね。巣に帰る、うん、巣に帰った妖精の。口積もると痛い。あ、森に、確かに森。
森に帰った。妖精さんにお願い事したけど叶いません。きっと叶うよ。素だと8巻、確かにこんなに早く治ってありがとうね。早く治ってくれないと私口つぐれない人になっちゃうんだよね。巣にも帰る。じゃあ、あの蜂の巣の巣、それだと巣になるんです羽が見えるぞ。ほんまに見える。ちなみにこれはソーダ味とぶどう味となんとピーチ味。チャラン。ピンクの金魚がピーチ味だって。桃です。妖精さんよね。コーナーモーちゃんお大事にありがとうまだな。そうなんよ、桃味。願い、妖精さんと結婚できません。どうかな味のチョイスがね良い。3種類入ってる。そうなの。味は混ぜないよ。ここの部分がピーチで、で中に青い亀かな、金魚かな、あ青い金魚もいるのね。これのそれがブドウで、この水色のところのゼリーがソーダ。亀はいないかも。ここに絵があるだけで金魚、あ亀もいる。トレイの中に亀がいるって。僕ちんもジグが食べて賢く、おわーきっと賢くなるよ。 IQ が100ぐらい上がるグミじゃなくてゼリーなの。なんかゼリーって書いてる。グミなんかな。ゼリーだって。亀にしようか。あれね、亀も金魚も両方おるらしいよ。めっちゃいけそう。綺麗にできたら食べるもったいなくなります。確かに。亀もすくう。そう、亀すくいってあるよね最近。お、休憩時間に入ったんで見られて、お、お疲れ。チーク菓子食べたらもーちゃんみたいに可愛くなりますか。きっとなるよ。釣りの日には、釣りの日に急に顔が変わってる。お得かね。亀は頭か。亀、亀たい焼きじゃなくてもちゃんチーク菓子ネットで選んでるの。うん、あネットで調べるの。うん、その場で買ってるよ。見て、あシティオーテッド。そう、4期生に私の顔がいっぱい来るのうわー、チーク菓子10個。めっちゃ食べる。ではよろしくお願いしますね、もし作ってくれる方は。そうチーク菓子ね、最近レベルが上がってるよね。こんばんは、こんばんは。お話し会もみんなもーちゃんの顔だった。いやもうボモの顔だった。誰が本人かわからんよ誰が誰や、どれが本物の私なんかがわからない。
ゲットしたらメール返信で報告する。ありがとう。種類も増えたね。ありがとうね、作ってくれるってみんな言ってくれて。ポケモンですがニャオホーシになる。おお、いいじゃん。私なんか今なんか結構やっぱエモンガにハマってきてるぞ。でもエモンガちゃんってさ、あのスイッチの方いる？いないよね絶対。見て、ちゃんとポケモンめっちゃやってるんですけど、ほら私緑なんよ。チュワの木、あ、じゃあ踊って証明するか。私だって。メール返信の公式はね、届くまでに1週間ぐらいかかってる。見てるよ。スイッチ買ったんだ。実はね、あの 3年はそう、1年半ぐらい前にね買ってたんですけど、ずっとやってなくて、ちょっと放置してたんですけど、またハマっちゃってやってます。レモンガは最新作いないのか。おこ見てた。結構思ってました、前から。実はそう、エモンガは私世代なのかな、なんかそう、もう充電がないって言われて、本体バッテリーが少ないって言われた。私はね、そう、まだ弱いです。似合う？でもポケモンスナップってなんだ？でもなんか、なんて言おうとしたっけ、忘れた。何でも充電できるってバレとる。私マネージャーさんのさ、バッテリーのさ、めっちゃ借りすぎてさ、バッテリー泥棒してるんだよ。バッテリーは返してるんですけど、バッテリーのその充電を取ってるんですよね。バッテリー、せっかくマネージャーさんが充電してきてるのに、その充電のあれは私が使い干して返してるから。で、充電 10%、 私なんか 10% とか見えないの。ブラックホワイトだから、モーカさんが低学年の子だからだ。私ブラックホワイトやってたんよ。ブラックホワイト一番やってたの、ずっと。でアニメ見てたの、あのエビチューさんのみんな手をつなごうの歌が大好きだったのね。当時エビチューさん自体好きだったんですけど、そのポケモンのエンディングかな、がそれやって、その時の時代にアニメ見とったんよ。で多分エモンガとかいたんよね、多分。多分だけど、それで私の中で可愛いなって思ってる。もーちゃんのためにバッテリー持ってきて。だいたい私が奪ってる説半端ないからね。なんならもう忘れ物してないかチェックされ始めるぐらいに忘れ物してるから。エモいもんが、わかんない、なんでエモンガなんだろう。記憶がつながる。つなごう、つらい時はもっと、ほらほら手をつなごう。いや、マネネには感謝よ、ほんと。エモンガも家にいないぐらいの、いいな。でも今エモンガ押
したいけど押してもいないっていうね。エモンがいない、スイッチにいない、怒ってる、怒ってる。今度の公演にはエモンがついてくる。お、嬉しい。よし、じゃあもう一体推しを作ればいいんか。ちゃんとスイッチにおる推し見つけるわ。マリルリとかも可愛いからね。エモンがめっちゃ可愛い。なんかね、あざといんよあの子。あ、充電切れた。あ、切れてない。あ、待って、今エモンか。ファイオレットにして、私の手持ちポケモン。ちゃんと今日はポケモン、どのキャラがあれ、どのキャラが旅に連れていくのがいいかって調べてたんよね。ちゃんとマリルリおるよ。プリンちゃんも捕まえた。ピンクのさ、目がキュロンキュロンしとるやつよ。マリルリはの青いやつ。あなたでも上手。ほんと？どれがいいの？なんかニャオハっていう緑の猫ちゃんを選んどったら、だって私の手持ちポケモンどうやって見るん？操作を、あ、見せたら怒られる、怒られそうだな。私がめっちゃ適当にあだ名つけてるから、ケンタロスっていうごついやつ入れてるよ。なんかもうあからさまにでかそうみたいな。あ、バンされるよね絶対。で、あと青柄がわかんない、適当に入れてる。マリルリちゃんも入れてるよ。となんだってこのポケモン。そう、マリルリちゃん強いらしい。なんかトントントンって書いてるからわかんないけど、変になんか竜みたいな見た目にタイヤがついてるやつと、赤い鳥と青い鳥と、今マスカーニャちゃんです。マスカーニャちゃんじゃないこれ。かわいいので揃えてるんじゃなくてね、ちゃんとあれです、調べた。だからあんま可愛くないやつ多い。このケンタロスってやつ、ちょっと今もし調べれそうだったら調べてみて。全然可愛くないから。全然可愛くないから調べて。可愛くないって言ったらケンタロスちゃんに申し訳ないんだけど、めっちゃ強そうな見た目してんの。ブロロームとハイヤー、どれだろう。なんか変にあだ名適当にポンポンって押して、あ、そう、シンプルに黒い牛さんですね。なんかいいって書いてたんだもん、調べたら。マリルリちゃんだけで買うと、このね、だったら見れるの？ボックスか。パモちゃん、あと私が、お嬢さんも自分でこう、いや、私持ってますよ充電器。そう、ワッカ、イカネズミはおらんかったけど、ワッカネズミっていう、私が推してるこれゲットした。一瞬ならバンされない。ふっ、戦ってやるぜバンに。
ハピーモッチも可愛い。コンプラ、コンプラも、コンプラの、コンプラ副部長だから。あとはね、なんだろうな、今日はベトベーターってやつに、なんか有名なやつ見つけれて嬉しかった。確かに絵に描いたらいいけどね、絵持ってない。ベトベーターってめっちゃさ有名だけど知ってる？なんかなんかみたいなやつの、なんかあの紫がのに覆われてて、紫のなんかペンキに染まったみたいな感じでみたいな顔してる、なんかキャラクターを見つけてなんか嬉しかった。知ってるポケモンだったから嬉しかった見てた？ベトベーター。メタモン見つけたいけど難しいよね、メタモンちゃんは。顔真似です。あとは何やろ、何がおるやろ。有名なやつはね、何がおるかな、自分が見つけたの。コリンクちゃんは結構有名？どうやろうか。プリンちゃんは有名よね。あ、あとこれもドーミラー、私めっちゃ見たことある。なんかなんかあのハンドルみたいな、運転の。ピカチュウ似てない？ピカピカちょっとやりきれてない私今恥ずかしいが勝っとる。ドーミラーってそうアニメで見てるんだろうね。ちょっと似てた。ちょっとニュアンス、ちょっと恥じらいがあって私が言っちゃった。パモちゃんも可愛いのよ。あとコイキングはみんな知ってるんじゃない？なりきればねいけそうやけど、恥ずかしいわ今。いけそうな時に今度やるね、その日の、ね、コイキングよ。みんなコイキング結構恥じらい取ったバージョンはまたちょっと跳ねるそう、なじゃじゃ何なんじゃなんなんとかなんだっけ、青いやつで竜みたいなやつでしょ。イーブイも言うギャラドス、ギャラドス、モーサンタイムじゃなくて、そうだね、いけるかもね。初代からいるやつはやっぱ結構知ってるよね。でもまだあんまりね捕まえてないね、まだ初心者。一回ギャラツ、うん、ギャラツ、エイフィー可愛いよね。痛いギャラドスに進化今させたいなって思った。イーブイ可愛いよね。行きたい。ずっと口開いとる人、進化しても可愛いね。そうだね、カビゴン好き。部屋のどこかにはぬいぐるみある。そうイーブイのコスプレあるんだ。無理はしない、うん、ほ
コスプレダメなんよ、お話し会。いつか進化させ、お、待ってる。ミュウいるよ、ミュウ。ミュウ今でもなんかポケモンカードのレアあるよ。結構いいやつだった気がする。すごい。ほえでは、ほえは、ほえは私ね、あんまりポケモンの昔から詳しくないんだけど、なんか一番人生で一番最初に見たあの映画はポケモンのブラックのとホワイトのやつ。なんでだろうね。そう、それ見てた。それが私の初めての映画で、で、なんだっけ、そう、なんか映画見たいってママにおねだりして、内容ちゃんとわかるって言われた思い出があるそれがポケモンだったと思う。お姉ちゃんの影響なんでだったんだろう。いや、お姉ちゃんについてたとかじゃなくて、ポケモン。でも本当に DS はすごいハマってたからかな。アニメもね、毎回ではないけど見とったんよ、結構。だからかも。プリキュア、ね、も見てた。プリキュアってね、あのね、みんなもし女性だったらわかるかもしれんし、男性も全然好きな人いると思うんだけど、あのなんかね、これぐらいのサイズのライトもらえるんですよ。これぐらいのサイズのあのプリキュアの映画ってライトもらえて、それでプリキュアが負けそうな時にプリキュア頑張れって言ってみんなで振る負けないでプリキュアってまた昔やってた。知ってる？うん、映画館で振るの。あ、声を出してたか覚えてないけど、こうやって映画見ながらこうやって応援。いや、今は分かんない、ごめんね。今はもし違うかったらごめんなさいなんですけど、本当に昔はそれで、ちっちゃい子供たちがそう、楽しいよね。あ、仮面ライダーのショー、そんな感じよね。テンション上がるよね、子供の頃だったら。そう、景品、そう、ライトとかもらえたら嬉しいよね、やっぱり。歌っていい会とか、そう、いいよね、そういうの。入場特典、私入場特典がある映画好き。なんかその映画見た証拠があるのが嬉しいから。こんばんは。特典目当てで行く時期はいる、目当てで行く時期はいるんでしょ。へー、すごい。わかる？スラムダンクアクステもらえる。そうなんだ。めっちゃ流行っとったよね。なんか映画めっちゃ人気やなって思った。あとあのコナンの映画もすごい人気でみんな行ってたし、なんか個人的にもう行けないかもしれないけど、ドラえもんの映画みたいのと、私絶対クレヨンしんちゃんの映画には行くんですよ。前サーヤンと見てから、一回忍者のやつ見てからハマっちゃって、あのハマっちゃってね、クレヨンしんちゃんは絶対行くって決めてんの。スーパーマリオみたい。そう、コナンはこの時期なんだよね。クレヨンしんちゃんとかも1年に1回なのかな。ドラえもんとか、ドラえもん入場特典あるんだ。限定とか特典釣られるよね。
見てみてハマる。なんか面白いよね内容。ドラえもんとかもなんか内容すごい来られてて面白い。しんちゃんの入場ってなかったかもその時は。千と千尋の神隠しが言ってない。そうなんだ。お、春休みにしんちゃんあるんだ。マリオも特典あった。あれか、なんかランダムで何やポストカードかな。来場特典変わることあるんや。コロナの時に安倍まで、お、おしぶどう実写行くかも。え、行きな行きな、絶対なんか楽しい。私が私まだ見てない、見てないっていうか映画始まってないからあれやけど、私は絶対行きたい。お、チームエイトさんのコメント、おかえり。映画館で見たらいいな。コナンの映画見てハマった。いや面白いよね、絶対自分も行ったら面白いってなると思う。今は家で見ることが多い。でも私はね、あのポップコーンが好きやけん、やっぱり映画館で見たいなんか美味しいよねポップコーン、やてか映画館のポップコーン美味しいよ。だからね、すごいね、あの L サイズをね一人で持ってバクバク食べてるんですけど、なんかL サイズ一人で持ってってたら、あれ食べるのみたいな顔されるけど、食べてます全部しっかり。うん、食べながら、食べきれないし、うん、うん、食べきる。喉がく、そうだからちゃんと水とかお茶もあの頼んで映画館で。めっちゃ多いでしょ。ペース配分はすぐなくなるから、中盤の方ではもうないね。なんなら私的にはなんか LL サイズを売ってほしくて、なんか L もいいんですけど LL、 うん、そう、ご飯並みだね。映画の上映、うん、上映しながらよ。そう、映画館のポップコーンとコーラ、お、コーラにしてるの。私結構なんだ、オレンジジュースとかコーラの時あったかな。映画館によって違うね。シネマのやつが好き。帰りにお持ち帰りも買い物に、確かに確かに映画館の端をして、そのために L サイズのポップコーン買ってた。お、めっちゃ食べとる。 L2 個はやばい。 L2 個はもう無理かも。ホットドッグ食べたことないよ。あれはある、チュロス、チリトスとかポテトはあるけど、基本私はポップコーンばっかり。トリュフソルトね、あるよね。明太子どうちゃらもあるよね。なんか友達に惹かれないかなって思いつつ L 頼んでバクバク食べちゃうよこれ。ごめんでもさすがにめっちゃ仲いい友達じゃないとあれ、 L サイズバクバク食べれん。 M までせめて。塩バター、友達、いや友達も買ってるんよ、けど友達はなんか明太子どうちゃらの S みたいな。自分もくれると思ったかも。全然あげるよ。あれは自分、友達も買ってたんですよで自分は M サイズだった。その時味が違ったんや。
そう、私結構なんか自分が食べてるものとか全然食べていいよっていう人なんで、そう、キャラメルね、多分たまにしか好きやけど食べ過ぎはできないかも、我々にはくれないへへへこれあげる、口内炎の薬、はい それはおもちゃん使ってください、確かに、あ、口内炎できとる、ファミレスとかで一口ない、全然いいよ私あげる、全然、昨日こないもらったから遠慮して、こないことする、ほんまにいるん、こないこないなるの、いやねえ、みんなにあげたはずないけど、その一口がかなりの量でも起こらない、起こるっていうか飛んでこなかった？そう。どうやろう。でもなんか人による。なんか初対面の人とかに一口ちょうだいって言われて半分ぐらい食べられたら、この人はめっちゃ食べるやんみたいななるけど。まあ普通に、なんつったらいい、信頼関係があれば食べ過ぎやろっていう食べ過ぎやろってかな、突っ込み、そう、突っ込んじゃう、普通に怒るとかじゃなくて突っ込んじゃう、ストロー飲み回しとかさ、なんかさ、前は何も思ってなかったんですけど、女の子同士で、でも最近はなんかコロナとかが流行ってからしてないね、人に移しちゃいけんっていうのが大きくなって、すごいコロナの関係で、そこからしなくなったね、友達とかと一緒のジュース飲むのはしなくなった、そうそう、移すのが申し訳ないじゃん、とにかくその嫌とかはないんですよ、けどね、ポッキーゲームなくなった、やっとる人おるんかな、私ないよやったこと女の子ともない、コロナ前は飲み回しとかことあったら、なんで、なんかあるよね、なんか友達とさとかと、人によるじゃん、やっぱりそういう友達同士で一緒のもの飲むのが嫌な人もいればいい人もおると思うんだけど、でも自分もそうね、嫌とかはないんですけど断れはしないかなと思った、なんか雰囲気的になんか、そう、でも別にね、
嫌っていう人は別にその子が嫌とかじゃなくて全体的にそのことが嫌っていうことだけだと思うからあれなんだけど、勘違いされがちになっちゃうからちょっと難しいところだよね。男同士は噛む。そうなん。女の子はね結構多いんですよ。女の子同士で同じジュースを飲むこと多いんですよ実は。それ断っちゃったらその子のことが嫌みたいになっちゃうから、確かにそう断れる雰囲気はない自分結構今までの経験上だし、別に嫌とかももちろん思ってないんですけど、嫌とは言えないかなって思った。確かに今考えたらね、そう、そう、ちょっと女の子同士、そうね、ちょっと難しいかもね。何噛んでるガムいるって女性から言われても結構、そんな経験あるんですか逆に。びっくりするわそれは。そんな経験ある、さすがになさそうやけど。怖いわ言われたら。ガムはね、もちゃんが飲んだ後シェアしていた、いや嫌ですね、嫌ですね。あ、もちゃんとさやが行った喫茶店渋谷にあるから言ってる、どこだっけ。まあいるって言ったけど、え、それ事実なの。事実なんですか逆にそれは。例え話かと思った、もうちゃんとの、やだねな。宇野町喫茶店ね、広島にあるから行ってみて、がっつり口をつけられた微妙に、微妙か、まあそうだよね。スイッチのポケモン買ってるの今。いいじゃん、また教えて。高校の時の話すごいね、すごいすごい、ちょっとあれ、独占力が強い女の子だったのかな。わかんないけど、今日会ありがとう、時代を感じ。うん、もが好き。あ、15分か。そろそろ読みましょうかな。ドラゴンさん、だるまありがとう。ブータンさん、ハタありがとう。マルトムちゃんさん、ハタありがとう。ひなぴさん、ハタありがとう。ピオネさん、だるまありがとう。まぼろしさん、ライフありがとう。石井陽介さん、だるまありがとう。メガバイトちゃん、かわいいありがとう。そう、ルームの紹介文を変えよう、変えよう、変えようって思って毎回忘れてるのよね。本当にダメなところだ、私の。豆じゃない、そういうところっていう。そう。そうなの、ずっとイベントの時のままになっているの。うん、変える予定ではある。豆なところ多い、本当？え、でもね、配信を毎日してきてるの私すごいと思ってて、自分が結構、自分ってなんて言ったら、なんかなんだろうな、自由なところがあるから、
そう、毎日配信は無理なのかなって最初思ってたんですけど、全然できるなみたいな。確かにね、ちょっとこういうプロフィールを変えたりとかはちょっとですね、まめさはないんですけれども、配信だけは本当に全然続けれる。どこでからか、全然そんなことないよ。今日はいっかってなるんですか。うん、全然、なんか確かに体調悪い日とかもちろんあるし、そういう時は15分とかになるんですけど、そう、なんか自分の好きなところ、好きなことは続けれるので、すごい、そう、そう。あとはメールも送ってますね。メールもだいたい0通とかの日は、その前遅れ、時間がなくて遅れなかったことあると思うけど、モバメもね0通とかはないと思う。少なくなっちゃう日もあるんですけど、だからそれだけはね、ちゃんと自分はみんなとの交流の場をね、配信も自分が本当に無理になる時まではやろうって思ってます。全然今は楽しくこの3年間半やってるから。自撮りのストック、いやでも私ね、意外と写真意外と撮らないんですよ。そう、私が紹介文書いておくから ID とかさ代わりに配信一日してみるまあ、なんとか、いやするよ全然毎日。なんかね、この記録をちゃんと伸ばしたい。そう、まあ自分が一番楽しいっていうのが目的で全然なんですけど、だから今は無理なく配信とかできてるから、うれっぴーち。何、視聴者いつものおもちゃじゃない、いつものおもちゃ誰も来ない、いや絶対来てくれるよ、いつものおもちゃないから、いつものおもだよ生活の一部。そうね、みんなも本当逆にこんな毎日来てくれてありがとうっていう。10日間配信できないってコロナね、あったね。もうなんか最初の3日4日はしんどすぎて、なんかもうずっとしんどいって思っ、その体調がねしんどいなってなっとって、なんかでも逆に5日目ぐらいから元気になってきて、なんか外も出れんのに配信もできんくて、そう、なんかすごいなんか暗くなっとった。言葉を発さないからあんまり、ママとは話しとったけどね。あー、もーちゃんの代わりにファンの人が配信したらってことか。ありふれた毎日が僕のとこ、すごい名言みたいな、いいね、いいね。心にぽっかり開いた感じだった。そうだよね、いつもやってるからさ。そうだよね、10日間も配信なかったら結構ね、そんな感じするよね。ゲームしてた、いや最初の方は寝込んでたね、結構本当に寝込んで、あとはそうね、ゲームとかするしかなかったね。することなさすぎて DS してた、 3DS。今年はいっぱい会いましょうね。いっくんだるまありがとう。わおさんかな。はたありがとう。ヨネさんだるまありがとう。
ザスさんハートありがとう、ブタさんハートありがとう、マルトムちゃんハートありがとう、ナッピさんハートありがとう、マボラシさんライフありがとう。あ、歌詞だったのか今。めっちゃいいねそれ。ではそろそろ読みますね。今日もありがとう。神社にお祈り、嬉しい、お参りありがとう、治ったよ、配信ありがとう、こちらこそ。プラザさんハートありがとう。10歳のひでくんありがとう、12のはるさんありがとう、11のピオーネ 4WE さんありがとう、10のドラゴンさんありがとう、妖精王ちゃんにたくさん魔法をかけてもらった、お、よかった、ありがとう、ありがとうね。9の、ヨースケ石井さんありがとう、8のミュウさんありがとう、今日会えてよかった、楽しすぎた、それな、よかった、無事会えてありがとう、7位の福ちゃんありがとう、6位のミエ HT さんありがとう、5位のマピオノッピーさんありがとう、今日は少しでごめんね、可愛かった、うん、会いに来てくれてありがとう、4位のモーカロー侍さんありがとう、3位のモーカしか愛せない町患者の今日のモーカが大好きのとしさんありがとう、ありがとう。2位のエイトさんありがとう、1位のカンズさんありがとう、たくさんありがとうございました、ふふふ。今日もありがとうございました、配信ありがとう、親もも、おやすみなさい。